ケミア的にはもう。カードも使えなさそうなスーパーだから。大学です。こんにちは。どうも。あの、すいません。はい。ちょっとポールとペグお借りしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。こっちに。すいません、ありがとうございます。これあれですよ。助かりますね、ありがとうございます。あ、これ他人の手でまとってるから。いいんじゃねえ。いや、夜は来ると思うよ。あ、てか俺使ってないけどロープは持ってきてる。非常用として。さすがに。あ、でも、グワッて。そう、こんな感じで。あー、ここもんだけ広くて濃すぎるから。うん、あの、後ろ、吉野さんの真後ろぐらいがね。ここはなかなかすごい。これで、これで終わるんですよ、ほら。早いでしょ、一瞬です、一瞬。とりあえず、ああ、ごめん。乾杯で集まったの。言ってね。チーズ。なんか寂しいね。一番ノリノリのやつがいないから。あっち焚き火。もう、いらないよ。いらないかなって感じな。ダサいよって。置いといて、入れようと思ってそのまま置いて。そうっすね。復帰祝いここでやろうよ。あざす。このでかいの入れちゃっていいの？あ、いいっすよ。多分肉っすね、それ。マジかよ。え、自分の食べる分取った？あ、そんな、これが全部自分の分です。あと、残ったら自分のですね。もうだいぶ残んないやん。あ、いいっすよ。もう一個。いただきます。割と煮込んだとは思うんですけど。あ、うん。うめえ。あんまり俺のもいいのがねえんだよ。あざす。え、これ欲しいんだけど。これとこれしか買ってないから。寒い。そんな悪いっすよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、飯だ。
神に。いやね、この間、一本目さ、アンさんが打ってたんですよ。俺朝、アルコール吹いてたりとかした。あのもう弾送ってたんですよ、アンちゃん。ガーッと弾を。その時に、俺、で、グワーン、で、うわーって弾、直して絶対アンサンブル。でもこの間あのリスナーの方にさ、あの、うん、ホストのレイさんと一緒にさ、あの顔出してるゲーム配信者で一番イケメンって言われたんですよ、うん、でもいや俺でもだろうなって思ってたけど、うん、だろうなって思ってたけど、でもまさかなって思って、うん、いやでもやっぱり実際そんなことはねえよなって思って、うん、その配信終わった後、あのいろんな生放送してるゲーム配信者見たんですよ、うん、片っ端から全部売れてるでしょ、うん、そしたら本当に俺が一番イケメンだったんですよ。みんな